スーシティは、アメリカ合衆国アイオワ州西部のプリマス郡とウッドベリー郡にまたがる都市である。意味は、数族の町である。2000年の国勢調査で、人口は85,013人だった。2010年国勢調査ではやや減少して82,684人となっている。スーシティは、アイオワ州、ネブラスカ州。 サウスダコタ州にまたがった、スーシティ4郡からなる、スーシティ都市圏の主要都市であり、都市圏人口は2000年に143,053人、2008年は、幾分増加して143,157人と推計されている。アイオワ州、ネブラスカ州、サウスダコタ州にまたがるスーシティバーミリオン。 合同統計地域は2008年の推計人口が156,762人である。スーシティはその地域の大半が入っているウッドベリー郡の郡庁所在地である。スーシティはミズーリ川の航行可能な上限に位置し、オマハカウンシルブラフト市圏から北に約90マイルにある。スーシティとアイオワ州北西部の周辺地域。 ネブラスカ州北東部及びサウスダコタ州南東部は特に地元のメディアからスーランドと呼ばれることがある。サウスダコタ州、アイオワ州、ミネソタ州、ネブラスカ州にまたがり人口104万3450人を抱えるスーフォールズスーシティ指定商業圏では2番目に大きな都市である。スーシティにはモーニングサイドカレッジ、ブライアー、クリフ大学、 セントルークスカレッジ及び西アイオワ技術、コミュニティカレッジがある。2005年、スーシティは、アイオワ州の素晴らしい場所登録が創設された際、クーンラピッズやクリントンと一緒に最初に指定された、一つになった。2009年3月、スーシティ都市圏は、サイトセレクションマガジンによって、アメリカ合衆国の人口5万人から20万人までの社会の中で、 経済発展第一位の地域社会として認められた。スーシティ都市圏は2008年のサイトセレクションマガジンでも同じ位置にランクされた。週刊高速道路29号線はスーシティと周辺部の主要高規格道路である。南のオマハ方面から市に近づき、中心街近くでミズーリ川に沿って北西に曲がっている。 続いて、サウスダコタ州に入り、北に転じて、スーフォールズに向かっている。歴史ある、中心街の4番街現在スーシティとなっている、地域には、スペインやフランスの探検家が現れるまでの、数千年間、インディアン民族が住んでいた。18世紀、スペインやフランスの毛皮な漁師が、ミズーリ川に現れるようになった。1803年、 トーマス・ジェファーソン大統領の時にフランスが北アメリカ大陸中央部の広大な地域をアメリカ合衆国に売却した。このルイジアナ買収地域の大半がまだ探検もなされていない土地だった。数式が初めて文書に記されたのはジェファーソンが科学調査をするために派遣したルイス・クラーク探検隊の報告書にある。1804年、この探検隊は ミズリ川を遡り、スーシティとなる、場所近くでキャンプを張った。8月20日、遠征隊員の一人、チャールズ・フロイド軍曹が戦通で死に、川を見下ろすフロイドの崖に埋葬された。ルイスとクラークの当時、オマハ族インディアンがこの地域から下流に居住し、上流には、ヤンクトンス族がいた。ウィリアム・トンプソンが1848年に、 フロイズブラフ近くに交易基地を設立し、都市を建設する野望を持っていた。しかし、トンプソンの期待が実現することはなかった。さらに、上流のフロイド側とビッグス側の間の開拓者が、先に成功した。フランス系カナダ人の毛皮交易業者、セオファイル・ブルギエが、スーシティとなった土地に最初に入った、白人開拓者だと考えられている。 ある伝説によれば、ブルギエは友人であるヤンクトン数族のワンブリ、オキサイズ州長に高い崖近くで二つの川が合流する肥沃な土地に関する夢を語った。ウォーイグル州長は、ビッグスー川川口近くに、そのような土地を知っていると告げた。ブルギエは、アメリカ系川会社の代理人として、ダコタ順州のピエールトリデとミズーリ州のセントルイスの間を何度も旅する間に、 すでにその場所を通ったことがあった。1849年、ブルギエはまさにその土地に自分の農場を設立した。この農場には、ウォーイグル州長の家族が使うウィグアムやティピーがあった。ブルギエは、東は、ビッグスー川川口からミズーリ川に沿って、フロイド川近くまでの土地すべての所有権を主張した。1852年、ブルギエは、東は、 ペリークリークからフロイド側までの土地をジョセフレオーネに売却した。その頃ブルギエはカウニシルブラフの毛川交易用具省ジェームズ・エジャクソンに上流に来て交易基地を設立するよう奨励していた。ジャクソンはその義父であるジョン・ケイ・クック博士に未来の都市としてその地域の可能性を説いた。イギリス生まれで オックスフォード大学で教育を受けた医者であるクックは、辺境での測量士に転身していたが、ビッグスー側とフロイド側が、ミズーリ側に注ぐ土地に大変に感銘を受けた。クックは、アメリカ合衆国連邦政府の測量士としての公的役職を活かし、1854年にスーシティという小さな町を設立し、外区や通りを仕切った。 中心街となった土地の多くを所有していた、ジョセフレオーネはそれを激しい価格交渉の末に、クック博士に3000ドルで売却した。それから3年以内に町の人口は400人となり、姿勢を敷いた。1900年代開始期のスーシティ、4番街から東を望む1856年6月に、プレファブの家屋や食料を積んだ。 最初の蒸気船がセントルイスから到着した。移民の増加に従い、この地に潜入するインディアン部族はアメリカ連邦政府によって遠方の保留地に強制移住させられた。インディアンたちを立ち退かせた後に鉄道が1868年に敷かれた。この頃小さな工場がいくつか開設された。1873年。 ジェームズ・ブージが初めて大規模な食肉加工工場を開設し、1884年に家畜飼育場を開設することにつながる需要を創設した。およそ1880年から1890年に至る期間は、スーシティの発展史でも最も急速で重要な進展が見られた。1880年のスーシティの人口は7500人だった。 1884年に15,514人となり、1886年に22,358人、1887年に34,82人、そして1890年には38,700人にまで、膨れた。路面電車、水道、電灯などの改良が行われた、工場、労働者用住宅、食肉加工場、小売店、 および鉄道が次第に登場した。市内の建設ブームに、高架鉄道や、初期の、摩天楼が拍車をかけた。これらの変化は特に小さな開拓地が繁栄する、中心都市に変わっていくという全国的に起こっていた、成長を移していた。グロバー、クリーブランド大統領が1887年に、スーシティを訪問した。1892年5月。 激しい雨が、フロイド川の水かさを増し、泥混じりの破壊的な波が備えのない支柱を襲った。少なくとも3000人が家を失った。家畜飼育場と鉄道の線路が、大きな被害を受け、木材置き場は火事になった。アメリカ陸軍工兵司令部によれば、溺死した者は25人に上った。1893年の全国的金融危機により、 スーシティの多くの不動産投機家と企業家が莫大な資産を失うことになった。モーニングサイドの開発者で発注者でもあったエドウィン・ピーターズは資産150万ドルを失い借金7000ドルが残っただけと言われた。1898年、アイオワ州兵の全部隊、すなわち第49、第50、第51。 第52不評連隊と砲兵隊及び騎兵隊は、米西戦争のために、現役任務として招集された。第49及び第50不評連隊は、南フロリダまで行ったが、キューバまで渡ることはなかった。第51不評連隊はフィリピンに送られ現地での、戦闘に参戦した。第52不評連隊は、州内に止まった。 20世紀が始まった時の数シティ人口は3万3000人だった。1900年から1910年、フロイド記念碑1900年、ミズーリ川を見晴らす高い崖上に、チャールズ・フロイド軍曹の埋葬地を記す高さ100フィートの、フロイド記念碑の建設が始まった。フロイドは1804年のルイス・クラーク探検隊で、この地域を探検している時に、 この記念碑近くで死んだ。1901年に刊行した記念碑は、後の1960年にアメリカ合衆国内務省によって、最初のアメリカ合衆国国定歴史建造物の一つに登録された。ジョンパース1900年、スーシティやこの国の他の地域は元スーシティの土地投機か、開発者及び後の悪名高い策略か。 ジョンパースによって実行された詐欺の犠牲者となった。ジョンパースは、花々しい変化に富んだ人物であり、南北戦争で負傷し勲章を授与された、北軍大役軍人でもあり、19世紀に起こった、数式勃興の主要な促進者だった。かなり最近まで、数式の歴史家たちと、市民指導者たちは、数式の、特に最も繁華な通りがその名前を冠している。 ノースサイドの発展に貢献したと思われるその時代に高い評価をしていた。ごく最近の調査によって結局パースは犯罪を見つからずにやってのける大変ずる賢い悪党だということを示した。パースは他の多くの実業家と同様1893年の金融恐慌で大変な損失を出していた。 数式の指導的実業家の大半が負債を召喚するために真面目に働いて再建を進めている間にパースはアメリカ合衆国西海岸への移転を実行するために必要な資金を大衆から騙し取る計画を始めていた。1900年、パースはノースサイドにあった邸宅を処分するために全国的宝くじ始めた。 約4万枚のくじが1枚1ドルで売られた。抽選は1900年クリスマスイブにユニオンの乗客発着場で行われた。最初に当選者はアイオワシュービントンの宝石賞だと宣伝された。しかし数日後、当選くじはニューヨークの100万長者ウィリアム・バーバーが持っていることが明らかになった。パーステイの概要については所有権上と証書が抽選の9日。 前、バーバーが、当選くじを持っていると公に知られた19日前に、バーバーに渡っていた。バーバーはすぐに、コンビネーションブリッジを運営している会社が発行する、再建と引き換えに、ウィリアム・ゴードンにその邸宅を売却した。パースは確かに派手な存在だったが、西部に向かって旅立つ前に新聞にスーシティに対する、 感傷的な国別の字を載せ、おそらくはその地域社会における、正直なイメージを確固たるものにするよう仕組んだ。バースは、持っている金をかき集めて、スーシティから永久に消えた。かくして、スーシティはその最も半価な通りにペテン紙にちなんだ、名前をつけ、その邸宅だったところは、私立博物館として機能するという、怪しげな特徴を持つところとなった。 ペルティエの大火1904年12月23日、数式では4番街とジャクソン通りの南西角にあるペルティエデパートの地界で火災が発生し、市でも最大級の惨事となった。デパートの店員が地界のクリスマス玩具展示場でマッチをすり、これを展示物を照らすガスバーナーに火をつけるときに失火した。 マッチの頭が飛んで、雪の吹き溜まりを模擬するために使われていた面布の山に着地した。地界の平野が当地のようになり、火は急速に多層階の建物中に広がった。数式消防局は、急速に広がる高層ビル火災を鎮火させる要因も装備も備えておらず、強風に煽られた火がすぐに隣接する建物に燃え移った。 中心街の2ブロック半が焼き尽くされた。この3時での死者は1人だけだったが、損害額は数百万ドルに上った。数式の事業投資家たちは、事業の中心地区をほとんど時を移さず再建した。1911年から1920年、アメリカンポップコーン会社1914年、アメリカンポップコーン会社が創業され、ジョリータイムというブランドを使って、 世界中の卸売お及び小売市場にポップコーンを売り出した。ラフビルとヘッジーズガイクの対価1918年6月29日、4階建てのラフ薬局ビルが崩壊して最大の人身事故になった。災害当時、作業者が上層階を壊しており、2階の部品を地上階に下ろす準備をしていた。一方、通りに面したところでは小売りを続けることが、 認められていた。建物が突然崩壊し、数は多い犠牲者が、瓦礫の中に渦もれた。天然ガスの本館が破裂して、大火災となり、沈下までに36時間を要した。当時の市役所の典型的なやり方として、市安全委員会が、現場に到着し、消防隊員や救助隊員に、ウイスキーの瓶を手渡した。 ラフサンジと呼ばれることになった。この事故で39人が命を落とした。1921年から1940年、スーシティは1920年の国勢調査で、人口は7万1227人に成長し、アメリカ合衆国で99番目の都市になった。1932年と1933年に、農夫たちが、 農業生産物価格の低下に抗議して、食料の積み出しを妨げるストライキを行い、市内をしばらく占拠した。スーシティに本拠を置く州兵第133、不評連隊が知事によって2週間召集され、アイオワ州チェロキーでストライキの警備に当たった。汚職スキャンダル1935年にスーシティで大きなスキャンダルが起こった。これはボル ステッド禁止法が撤廃された2年後にあたり、アイオワ州検事総長や、アイオワ州アルコール規制局指導者を含む、アイオワ州役人が、賄賂と引き換えに地元数式の酒場主人たちに、保護を提供する教養計画を動かしていたという、汚職が露見した。その検事総長は逮捕され、ウズベリー軍裁判所で、裁判にかかり、有罪が宣告された。 アルコールの合法化はつい最近まで、組織的な密造修行者が占有していたその統制を、めぐって、数シティの多量のアルコール飲料愛好者から利益を得る機会を手ぐすね引いて待っていた、集役人を腐敗させただけのことだった。1941年から1950年、第二次世界大戦ヨーロッパの戦線で、不運休を告げた1941年に、 L 及び M 中隊と榴弾砲中隊第133アイオワ風評連隊が招集され、連邦軍の任務に就いた。この動員の時に第133風評連隊はアメリカ第34風評師団に編入された。アイオワ州兵は1940年にルイジアナ州のクレーボーンで全アメリカ陸軍、ミサオ軍演習に参加しており、 連邦軍に組み入れられるのでは最初の部隊になった。l および m 中隊と榴弾砲中隊はすべて数シティのもので編成されており、戦争初期に北アイルランドのロンドンデリーに上陸した時ヨーロッパ戦線に派遣された最初のアメリカ軍の中に入っていた。北アイルランドからは航路地中海戦線に移動し北アフリカで初めて戦闘に参加した。 第二次世界大戦におけるドイツに対する地上戦でアメリカ軍発の攻勢では1943年のチュニジアカセリーヌ峠でドイツのパンツァー及び気候風評部隊によって第34師団が吸収され大変な損害を受けたこの師団の損害は多くの占領捕虜を含め法外なものになった後に再編成された第34師団は その後イタリア戦線で戦った。空軍基地、第二次世界大戦初期、アメリカ軍は、スーシティ中心街から8マイル南、サージャントブラフに大きな訓練基地を設立した。重爆撃機が離着陸できるように新しく大きな滑走路が整備され、スーシティ陸軍航空部隊基地は B-17 へ、爆撃機の基礎飛行能力訓練のための主要拠点。 かつ様々な支援と保守の舞台の本拠となった。ハリウッドの俳優で、航空隊員のジミー・スチュワートは1943年に、その大隊とともに数式駐在となり、彼とその乗組員は、海外派遣の前に当初 B-17、17能力試験を完遂した。戦争が終わった1946年12月、第185アイオワ航空州兵隊が、 スーシティに設立された。スウィフト放送工場の爆発1949年12月14日、スーシティ家畜飼育場と隣接するフロイド川水寺の北にある大規模なスウィフトカンパニーの放送工場が突然爆発し、スウィフトの従業員21人を殺した。この惨事の原因は十分に確認されることはなかったが、 ガス管からの漏れによるものと考えられている。1950年、スーシティの人口は約8万4000人に達した。1951年から1960年、ミズーリ川洪水1952年春、ミズーリ川の水が堤防を越え、スーシティ中心街を水浸しにした。多くの地域社会も浸水した。スーシティや三州にまたがる地域で、 多くのポリオ症例が報告されたのが、この1952年洪水の後のことだった。ポリオの流行は、国内でもこの地域で特にひどく、1950年代後半にワクチンが開発されるまで続いた。フロイド川洪水1953年6月8日、アイオワ州シェルドン地域に降った車軸を流すような雨が、渓谷下流に、 水の壁を送り出した時に、フロイド川が再度溢れた。14人の生命が失われた。この洪水は、フロイド川治水計画を推進する主要因となり、川の直線化や、市内での岩を並べた水路や、堤防のかさ上げが進められた。洪水の起きやすい、サウスボトムズ地区が1962年に、この計画の一環として削り取られた。 1961年から1970年、オールアメリカシティ1962年、スーシティは、全国都市連盟から、オールアメリカシティの称号を与えられた。リバーケード1964年、スーシティ・チェンバーなど、指導的市民集団が、スーシティの夏と歴史を祝う一週間の祭り、リバーケードを始めた。この行事はそれ以来ミズーリ・カワギ市で開催されており、 公式のパレード、カーニバル、ボート競争、子供たちの行事及び華やかな舞踏会が行われている。ベトナム戦争1967年、リンドン・ジョンソン政権の下で、ベトナム戦争が拡大し、スーシティ海軍予備役訓練センターに本拠を置く、アメリカ海軍予備役建設大隊が、現役任務に召集され、南ベトナムのダナンに向かう。 海軍建設大隊2の一部に編入された。これらスーシティの海軍兵は、ダナン地区での13ヶ月間の任務の間に海軍と海兵隊のために基地を建設する間、何度も敵の狙撃手の重火や砲火にさらされての作業となった。彼らは勇敢に任務を果たし、損失も出して、栄誉と共にスーシティ建設作業員として、平時の仕事に戻った。 プエブロ号事件1968年2月、北朝鮮沿岸で、アメリカ海軍調査船が北朝鮮に逮捕されたことに、対する直接の反応として、スーシティに本拠を置く、アイオワ航空周兵隊、第185戦術戦闘機大隊が、連邦軍任務に付けられた。この大隊は、ベトナム共和国プーキャット空軍基地に配属となった。 この部隊員は12ヶ月の海外派兵機関における戦闘で功績を挙げた。第185大隊は現役任務を解除されて、スーシティに戻るまでに戦死者と行方不明者を出した。1968年にはまた、スーシティに本拠を置くアイオワ州兵隊第133府評連隊の本部と本部付き中隊及びエル中隊が警戒任務となり、 プエブロ号事件の後では、コロラド州カーソン取り出での現役任務に派遣された。アイオワ州兵隊は、第一次世界大戦に従軍した祖父たちのように、戦闘部隊として、海外派兵を絶望したが、後退部隊として、ベトナムには全時に派遣された。憲兵を含む州兵のいくらかは韓国に派遣された。ベトナム戦争では、 数式から出た州兵の少なくとも3名が戦死した。1971年から1980年都市再開発1970年代は、数式中心街では2度目のさらに問題の多い、都市再開発の10年間だった。数式出身ではない人握りの都市計画スタッフと、この件に関して明らかに、 利害関係のある市内大規模建設業者の強力な役員の推奨によって、スーシティ市民は、この不運な計画遂行を承認した。しかし、価値ある歴史と考古学あるいは環境影響に関する研究は、全体的に欠けており、立ち退きを求められる企業や住民に対する配慮も、なかった。 この10年間が終わる時、歴史ある定置4番街地区の大半は破壊し尽くされ、市内には4つの醜い駐車場と多くの空き地、地面に開いた深い穴以外ほとんど何も見るべきものはなかった。一方定置4番街の歴史ある建物は、代替できない、建築のわずかにブロックを除いて、すべて永久に消滅した。この地域を再建するためにさらに10年間を要し、 予想通り主要で魅力的な契約は数ィで最大の建設業者に与えられた。労働葬儀1970年代初期には数ィで再度労働葬儀が起こった。ネブラスカ州ダコタシティにあるアイオアビーフプロセッサーの工場に対して食肉加工労働者の組合と同盟職種別労働組合により数度のストライキが打たれた。何年も続いた。 不毛の交渉の後で、経営側は、組合労働者をロックアウトし、工場敷地内に、軽量コンクリートの家からなる、仮設の街を作り、メキシコから労働者を輸入した。この行動と同時に起こった、ゼニステレビ製造工場の撤退によって、数シティの何世代にもわたって、主に、ブルーカラー市民の防衛に、かなりの政治的な力を行使してきた。 ウッドベリー郡労働委員会を目覚めさせることになった。アイオアビーフプロセッサー会社が始めた食肉加工工程の合理化と職種の融合はスーシティにとって主流となる方法で産業を革新させた。30年間のうちにスーシティを事実上建設してきた産業である食肉加工業はスーシティ市域内からほとんど消滅し、それと共に勝手は 数ィに君臨した家畜飼育場もなくなった。コンピュータ製造などクリーンな産業がそれにとって変わることになった。このことは市民の文化や態度を変えただけでなく人口動態も変えた。これは衝撃的な産業の変遷だったが勝手は丈夫でストライキが起こりやすく非熟練ブルーカラーばかりで労働者寄りの街として 事業開発者からは危険視されていた市にとって、この変化は大変健全なことであると大半の住民が同意した。このことは20世紀前半に数式で起こった時代を隠するいくつかのストライキでアメリカ全体の多くの基本的労働権を勝ち取った、労働団体の功績をないものにすることではなかった。しかし、アイオアビーフプロセッサーのような多国籍企業の流入や、 ゲートウェイコンピュータの設立と急発展は、スーシティをより清潔で暴力の少ない都市に明らかに変革させた会社経営哲学と世界的な視点をもたらすことになった。1981年から1990年スケール F4 の竜巻1986年7月28日、藤田スケール F4 の竜巻が、スーシティの真西と南部を襲い、 スーシティ空港の南6マイルにあるポートナールの4機、ある発電所のうち1つを破壊した。死者は出ず、人口密度の高い地域への直撃も免れた。ユナイテッド航空232便不時期事故1989年7月19日、飛行中に損傷を負ったユナイテッド航空232便、ダグラス DC-10 機が、 スーゲートウェイ空港への緊急着陸で横転炎上し、112人が死亡したが、操縦士と乗員の動力で、乗客乗員184人は助かった。この空港はジョージアヨワ航空周辺隊が駐屯しており、一時対応消防隊と約200名の航空保安隊がいて、航空機のビブを取り囲む。 トウモロコシ畑で生存者の創作救出を助けた。さらにスーシティが緊急時のために最近、完成したばかりの先進災害訓練を受けた、隊員によっても助けられた。この事件は1991年のテレビ映画、藤木232便の救出で記憶されることとなり、アルヘインズ機長は、チャールトン・ヘストンが演じた。 サイドのオールアメリカシティ1990年232便事故における市民の救出活動と同情が評価されてスーシティはサイド全国都市連盟からオールアメリカシティ表彰を受けた1991年から2000年テラインターナショナルの爆発事故1994年12月13日ポートナールにあるテラインターナショナルの硝酸アンモニウム プラントの爆発により4人が死亡、18人が負傷した。この爆発により無水アンモニアのガスを空気中に放出し、地面には硝酸が漏れた。この事故でサリックスのような周辺地域で緊急避難が行われた。有毒ガスの雲はスーシティの南に止まっていた。2005年、スーシティはクーンラピッズやクリントンの街とともに アイオワ州登録絶好の場所創設時の一つに指定された。スーシティは北緯42度29分53秒整形96度23分45秒、北緯42.49806度整形96.39583度、42.49806-96.39583に位置する。標高は1135フィートにある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は56.0平方マイル、この内陸地は54.8平方マイル、水面は1.2平方マイルで、水域率は2.06%である。2000年の国勢調査では、数シティ都市圏の4つの郡に143,053人の住人がいる。 2008年時点では143,157人と推計されている。アメリカ合衆国行政管理予算局によって定義される、この都市圏には次の5軍が含まれるこれらのうち、ユニオン軍とディクソン軍の2軍は2003年に都市圏に追加された。実際には、ウッドベリー軍、ダコタ軍及び、ユニオン軍だけが都市圏の性格があり、ディクソン軍は完全に 田園地帯である。プリマス郡は、スーシティ都市圏の一部と考えられていないが、スーシティの最北部と北西部は、プリマス郡にかかっている。スーシティは北アメリカ大陸の中心に大変近く、主要な海洋とははるかに隔たっている。このために暑く湿度の高い夏、寒冷で雪の多い冬、及び幅広い温暖さという湿潤大陸性気候の特徴を持っている。 夏の日中気温は、下肢90度台まで上がり、冬季は、下肢0度以下まで下がる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウッドベリー軍庁舎収入と、家計数シティを流れるフロイド川ミズーリ川と、フロイド川の合流点、フロイド軍装記念日 FM ラジオ局 AM ラジオ局、数シティ、バンディッツは、 アリーナフットボールのチームであり、ユナイテッドカンファランスのインドアフットボールリーグに属する。タイソンサイジセンターをホームにする。2005年のユナイテッドボールアイでスーフォールズストームに敗れた。スーシティエクスプローラーズは、独立系プロ野球リーグのアメリカンアソシエーションでプレーする非参加野球チームである。ルイス・ワンド・クラーク公園をホームにする。1999年に、 最高の記録を残し、2002年のプレイオフで初めて勝った。スーシティ・マスケッティアーズはアイスホッケーのチームである。ユナイテッド・ステイツ・ホッケーリーグに所属する。タイソン・サイジ・センターをホームにする。1972年にリーグに参加した。準優勝2回、アンダーソン杯優勝2回、クラーク杯優勝3回。 2004年から2005年のシーズンでも準優勝だった。1985年から1986年のシーズンでゴールド杯優勝1回、2004年から2005年のシーズンで西地区プレイオフ勝者になった。1試合入場者数の最高は6010人。最高価値数は1985年から1986年のシーズンで42。 スユシティは、ルイジアナ州レイクチャールズ市と、姉妹都市である。ありがとうございます。